人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供北九州の諸様東京都小池様県外からですね続々とご支援いただいております一つ皆様よろしくお願い申し上げます金箔が吹いてもげない国産仏壇人吉熊谷八代足北仏壇支援隊隊長永田幸輝でございます2020年12月の26日土曜日今ちょうどですね朝5時 42分の朝動画でございます。今日は0度ですね、ちょうどですね。もうフロントガラス、ビンビンに凍っておりました。はいはい。まあ,あ、非常に今日も元気にですね、朝発信でございます。ありがたいことにですね。 北九州の諸様から現金書き留め。そして東京の小池様。あの、小池様はいつもですね、動画見ていただいてありがとうございます。これよりお礼を申し上げます。で、あのご、ご支援をいただいております。で、こちらの北九州のですね、諸様ですね、早速お手紙をいただいておりますね。お手紙同封していただいておりました。あの、読ませさせていただきます。突然お手紙差し上げます。テレビで社長様の大いなる熱意に心打たれました。 私も昭和28年の大水害で危うく家ごと流されても不思議でないほどの体験をしましたその折学校を通してでしたが古着を分けていただき着るものもなくダブダブでも嬉しかったこと壊れた建物泥だらけの家の中を片付ける大人たちの大変さを見ているだけに大災害が起きるたびにフラッシュバックしてまいります 都会では仏壇に手を合わせる人は少ないと思いますが田舎で育った私など手を,手を合わせることは食事をとること以上に当たり前の行為です。 好意で身につけております。災害で家や家族、仕事など全てをなくし、無力感、社長様のお考えのように、一日でも早く手を合わせる場があればと賛同させていただきます。高齢者の仲間入りをしておりますので、少額ですが、よろしくお願いいたします。子供の頃 見ず知らずの方々に助けていただいた気持ちは今でも感謝の言葉にすることはできませんコロナで大変なおりご尽力に感謝いたしますお体ご自愛くださいませありがとうございます北九州ま丁寧なお手紙ですね手書きのですね もう感動私が感動いたしました。もう本当にありがとうございます。もう県外からもですね、こうやってご支援いただいております。そのお金は全額ですね、人吉豪雨の方々にですね、歓迎いたします。これはもうお約束しますのでですね、はい、まあもう、なさですね、まずはもう自腹で100機配ってますからですね、はいはい、まあまあ、それはともかくとして、はい、えー、実はですね、今日の段階でですね、よいしょ、179万9千円。 あと1000円で180万でございます。一つですね、あの、ご支援。あの、12月の31日が締め切りになりますので、一つですね、200ぐらいまで行きたいですね。あと20万。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、で、ここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございます。皆様の開運は点。お祈り申し上げます。